黒い明るい LDK です、ね、そうですね、明るいお部屋ですよね、うん、明るいです。こちらの実は戸倉さんといえばこのハイマットのカウンターですね。そうですね、3つの作業はこのお部屋で全部できてしまいます。こんにちは。こんにちは、アルプスケアホーム営業プランナーの永瀬と申します。桜井と申します。今回は街角展示場蒲田をご紹介させていただきます。建物なんですけれども、28坪の建物、敷地が46坪の敷地となっておりまして、間取りが 3LDK でランドリースペースを完備した大変家事動線が楽ちんに住む建物となっております。では中見ていきましょう。お願いします。はい、かっこいいブラックのシューズボックスですね。そうなんです、すごくかっこいいシューズボックスですよね。この中にもちろん靴はたくさんしまえるんですけど、中の棚も外せるので水洗いができちゃうんです。で、照明器具もですね、実は間接照明もあり、かつこれ全部人感センサーになります。じゃあ帰ってくるとパッと明かりがつく、節電にもなりますね。あ、本当その通りですね。電気代もどん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 高くなっていきますので、そういったところでも節電の効果が見込めるのかなと思います。広い明るい LDK ですね。そうですね、すごい明るいお部屋ですよね。うん、明るいです。こちらの実は大きさが16畳 の、うん、リビングダイニングキッチンになってまして、でご家族がどこにいても家族の気配を感じながら生活できるようなレイアウトになっています。また床とか壁紙がグレーを基調とした模様でまとめていますので、そのこう落ち着く空間になっています。木目があるんですけどちょっとグレーな感じでいいですね。温かみと落ち着きがありますね。そうですね、両方兼ね備えた床になっています。キッチンに立った時も、はい、リビングの方は見えるので家族みたいな感じで流らせることができそうですよね。できそうです。換気扇の裏も抜けているのでより広く見えますし、お子さんの様子もすごい見やすいです。そうですよね。通常ここに、壁をつけることもあるんですけれども、あえて今回壁をなくしました。こちらキッチンなんですけれども、トクラスさんというメーカーさんのキッチンを今回使ってます。トクラスさんといえばこのハイマックのカウンターですね。そうです、はい、なんといってもハイマックのカウンター、はい、一体成形なので汚れがつきづらい、お掃除がしやすい、そんな商品になりますよね。継ぎ目がなくていいですね。そうです、掃除もしやすいです。しやすい。食洗機にしたりとか、こちらですね、はい、あとは IH クッキングヒーターをつきますので、うん、快適に家事ができるんじゃないかなと思います。あと後ろこの収納、カップボードも大きくて、実は標準装備なんですけれども、上にはキッチンカーテンも置けますし、また下には実はゴミ箱も完備されているので、ここです。はい、おおすごい3つ入ってます。そうですね、なのでキッチン周りを常にすっきりした状態で家事をすることができるんです、うん、見てすごく生活感出ましたね。これ全部しまっちゃえばすっきり。じゃあ次洗面していきましょう。はい、キッチンの裏が洗面になってるんですね。そうなんです、キッチンの裏に洗面がありますので、うん、家事をしながらお客様の様子もお伺いすることができるようなレイアウトになってます。でこちらにございますのが TOTO さんの洗面化粧台、少し幅もありますので、うん、例えば誰かが歯磨きをしながらこちらでお化粧を、化粧したりそうですね、髪の毛やったりとか、うん、そうなんです、2人並んで立てるのが一番 の、うん、メリットになります。鏡も全部開けることができます、うん、こういった形で、あ、いいですね、はい、三面鏡になっておりますので身だしなみも整えやすいですし、うん、中にも収納が、そう、収納がたっぷり入る。で鏡の中にも収納ができますし、この洗面の下にも収納をしていただくことができます。で、こちらにお風呂ですね。今回のお風呂は TOTO さんのこちらのお風呂になります。TOTO さんのお風呂の特徴、例えば床がこちら柔らかい床になっておりますので、うん、肘をついても膝をついても痛くない、そんな床になります。実際踏んでみると本当に畳みたいな柔らかい感触ですよね、はい、またお風呂もワンプッシュでお水が出したり止めたりすることができます。なのですごく使い勝手がいいですよね。こちら扉が今開き戸になってます。そうですね、はい、開き戸になっていて、ここにもタオルがかかってるんですけれども、タオルで体を拭いてから
脱衣室に移動することができますので、濡れない、すごくお客様に人気の商品なんです。実はね、奥にはこの、あのお家の特徴であります、ランドリースペースがあります。広い、明るい。こちらに洗濯機を置いていただき、洗濯物をする、こちらに干す、干す、あとはこちらに畳むという3つの作業がこのお部屋で全部できてしまいます。動線がまとまってる。そうなんです。なので、あの家事、キッチンでお料理もしながら、洗濯物等の様子も伺える、そんなレイアウトになってます。洗面とこの直線でつながってるのがいいですね。すごく便利だと思います、すごく便利です。はい、こちらトイレも今回 TOTO さんの商品を使用しております。アルプスピアホームでは標準装備で手洗い機も完備しておりますので、中で手を洗ってからこちらリビングの方に移動していただくことができます。また壁紙も一部アクセントのクロスを入れることによって落ち着いた空間に仕上げております。ではその中2階に行きましょう。はい、行きましょう。階段の途中に、はい、その照明器具が1つ、もう上にも2つあります。あ、ありますね。ちょっとアンティークな感じ。また壁紙も一面こちらだけ色を変えてます。これすごくおしゃれですね。そうですよね、うん、照明器具と一緒にコーディネートをして今回設置してみました。2階の廊下にも標準装備でトイレを完備しております。2階でトイレに行きたくなったとしても1階に降りることなく2階で用を出していただくことができます。佐藤さん、2階の寝室に行きましょう。はい、お願いします。はい、落ち着いた空間ですね。そうですね、全体的にこう落ち着いた空間のにするためにこれよりもグレー系の色を基調としております。で、部屋の広さが7畳あります。シングルベッド2つですごく余裕のある大きさですね。あとはアルプスピアホームでは標準装備でテレビ用のコンセントも各お部屋につきますので、こちらテレビを置いていただくスペースも、あとはコンセントもございます。はい、ということでこちら、はい、大容量のウォークインクローゼット、左右に洋服をかけていただくことができますので、ご主人様、奥様に分けてもいいのかなと思います、それは使いやすいですね。そうですよね、はいはい、また下には衣装ケース等を入れていただければ、細々したものもしっかりとしまっておくこともできます。じゃあこの空間すごく無駄なく使えますね。そうですね、上から下まで全て お使いいただくことができます。次は隣の洋室に行きましょう。はい、お願いします。あ、明るいお部屋ですね。そうですね、こちらもすごく明るいお部屋ですよね、こちらのお部屋が4畳半 4.5 畳のお部屋になるんですけども、それプラス大容量のウォークインクローゼットも完備しております。お国にはあるので衣装ケースとかも余裕で置けそうですね。そうですね、衣装ケースを置いていただいてそこに洋服もしまえますし、たくさんの洋服をクローゼットの中にしまっておくことができます。あとこの壁紙もアクセントですよね。しましまの可愛い壁紙ですね。実は色違いでお隣にも使ってますので、また後ほどご紹介します。では隣のお部屋に行きましょう。はい、あ、こっちも明るいお部屋ですね。こちらの部屋なんですけども、窓が壁、2面についておりますので、より明るいお部屋になってますし、あとは窓を開けていただければすごく風通しのいいそんなお部屋にもなります。こちらのお部屋も先ほど見ていただいたお部屋同様に4畳半の部屋と、あとは収納をしっかりと完備しております。いいですね。あとさっきの色違いの、はい、そうです、色違いのしましまの壁紙になります。一面壁紙を変えるだけでもだいぶ華やかになりますよね。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてインスタグラムもフォローミー。バイバーイ。バイバーイ。